みなさんこんにちは。いつもリエディチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回は4つの動画を総集編としてお送りしたいと思います。今から秋にかけてお役に立つ情報がたくさんございますので、気になったタイトルがあればぜひ本編をご覧ください。それではどうぞ。今回は来週1週間のスケジュールに合わせてスタイリングを組んでみたいと思います。 TPO やシーンに合わせて皆さんの日頃のコーディネートに少しでも役に立てれば嬉しく思います。月曜日は全社員朝礼があるので、色味はトレンドのカラーを意識して選びたいかなと思います。あと SNS 撮影の方からあるので、着脱が楽ちんなお洋服がいいかなと思うので、トレンドのこういったストライプのニットを合わせて着脱が楽ちんなウエストゴムのこのスタイルにします。全社員朝礼がある月曜日はスーツ見えするセットアップを選びました。未来の方向性について共有する日なので、トレンドのカラーやアイテムも意識的に取り入れました。今回のテーマは大好評につき第3弾スタッフリアル買いアイテムをご紹介いたします。私が購入したのはこちらの大人気のセットアップになります。落ち着きのあるモカの色味のセットアップになりますので、差し色でグリーンのタンクトップをインナーに着ています。トレンド感を取り入れながら着用できるのでおすすめです。シーズンによって春は下をブラウスで着ていたんですけども、今の時期はまだ暑いので中にタンクトップを着て、また秋になればブラウスだったり長袖と合わせて長く着用できるセットアップになりますので、購入してよかったなと思います。続いて私の購入したアイテムがこちらです。このコーデの中でも特におすすめなのが私の履いているこちらのスキニーです。ストレッチが効いているので動きやすくて、撮影の日の伸びよく履いております。今年の夏特にジレジャケットが人気だと思うんですけれども、リネンタッチですごく涼やかで暑い夏の日でも使いやすい素材になっております。ジレなしで着ちゃうとちょっとカジュアルすぎるので、ジレを羽織ることでちょっと綺麗めのスタイリングにしています。今回は私たちがイエローベース、ブルーベースを代表してそれぞれのパーソナルカラーに合った秋のトレンドの着こなしやコツを紹介していきたいと思います。ブラウンやベージュカラーはイエベさんの得意な色です。深みのあるブラウンを取り入れると秋らしくシックな印象に。アクセはゴールドを取り入れると肌なじみがよく華やかな雰囲気になります。鮮やかで深みのあるダークグリーンはブルベさんの肌の白さを引き出してくれて、なおかつトレンド感もプラスしてくれるおすすめカラーです。取り入れることで透明感が増し、クールかつエレガントな印象に。黒髪との相性も抜群です。おはようございます。おはようございます。突撃ファッションチェックです。リサちゃんおはようございます。抜き打ちファッションチェックです。え、ほんまですかこれ。いかがでしたでしょうか。リエディではお客様のライフスタイルに沿った商品やコーディネートをこのような形でたくさんご紹介していきたいと思います。ぜひコメントやチャンネル登録をお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。